皆様こんにちは。いつもご覧くださいましてありがとうございます。今日は、前回に続きまして、ショパンのノクターン、作品48-1第2部ということでやりたいと思います。とこの前ね、このポークピューレントの前のところまでやりました。で今日はそのね、中間部としてその次の部分が出てくるドッピオムーブメントの前まで、真ん中の部分ということでね、やってみたいと思います。もう早速ね、あの中に入っていっちゃいますね。それでこのね、真ん中の部分、楽譜見ていただくと分かりますけれども、すごくそのオクターブがドーって出てきたりとか、うわすごいな、音符がいっぱいみたいな感じでね、あのちょっと大変かもしれませんけど、うわって思うかもしれないんだけれども、よくね、見てみるとな、シンプル、すごくシンプルなんです本当は。だからそれをね、整理整頓して、一回ね、先にね、ちょっとね、見てから中に入っていこうかなと思います。で、この前言ったように、ここはそのね、自分のね、その寂しさとか痛みとかね、なんかそういうのをこうなる、こう拭い去りたい、拭い去りたい、自分の、ね、平穏な心を取り戻したいって思って、この教会にね、ちょっとこう祈りをね、捧げに行くような場面になるわけですね。でも本当にね、ショパンがその教会に祈りを捧げに行ったのかどうかはちょっと分かりませんけれども、そういうその音楽としてね、中身ってそういう場面をこうイメージするとすごく入りやすいということですね。でもまあそういう願いもね、込められてるとは思います。それでこう厳かなね、最初この お願いが続くわけですね、教会の中で。だけれども願うんだけども、やっぱり自分は苦しいのかっていうね、その心の奥底にあるやっぱり痛みみたいなのは、そこまでやっぱね、取れないわけですね。それが最初はね、結構落ち着いて祈ってたんだけれども、それには収まらずに、っていうふうにね、やっぱりね、心の中からね、この願いみたいな、私はこう生きたいんだっていうのがね、こう中から溢れ出てきちゃうっていう場面なんですね、ここが。なのでまずね、そのね、元になっているね、そのメロディーっていうのがありますので、それをね、ちょっと取っていきたいと思います。じゃあちょっと聞いててくださいね。最初のそのポコピュレントのところからいきます。ミまで弾いちゃったんだけれども、めくった時にこういうね、オクターブが間に入ってくるよね。このね、オクターブをね、今ね、ちょっと抜いて弾いてみます。いいかな。じゃあ一番上の段の3小節目からね、チュララ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 2段目で2分って、次全部オクターブ
ターブ抜きます。あるわけです。それが主格としてあって、その間にその中からね、心の中からうわっうわっってこうね湧き出てくる気持ちをこのオクターブで表しているわけですね。なのでそこをね取り出してね、そこがちゃんと分かってれば、あとはねそこにねオクターブを中に入れていけばいいわけです。その技術的に言えばね、そのね、まあ弾き方が難しいんだけど、でもねちょっと説明していきます。じゃあね、じゃあもう一回戻ってポーコピューレントのところからいきます。で、ここの部分の弾き方なんだけれども、こうハーモニーがねずっとこう続いていくわけです。こう縦のラインなんですよね、ずっと。ですごいね美しいハーモニーが続いていくんだけれども、これね弾き方というかこの理解の仕方がちょっとね2種類あって、一つはねソプラノのねメロディーを、強調する弾き方、方もいらっしゃいます。で、私もそれも正解かなと思うんだけれども、ちょっとねこう考えをねもう一歩巡らせてみてみると、私がねアドバイスをね受けたことがあります。あ、なるほどなって思ったことがあるのでお話しさせていただくと、ここねソットボーチェってね書いてました。ソットボーチェ書いてあります。ソットボーチェっていうのはっていうことですよね。ささやくようにっていうことになります。一番最初のこの最初のこのところはねメッツァボーチェだったね。このねソットボーチェだからそっと弾くんだけど、これがね例えばじゃあ教会にいますってした時に、じゃあ教会からこう聞こえてくるその例えば合唱ねコアとかをもし想像するんであれば、4声ありますよね。ソプラノ、アルト、テノール、バス、バリトンとかねあるんだけれども、そのね声部がねこう綺麗にね鳴ってるってもし思うんであれば、そのねソプラノだけをね強調するのでなくて、メロディーだけをねこう全部鳴らすんです。全部の声部を同じように同じ目方で鳴らす。そうするとね、とてもね、美しいんです。すごくそのハーモニーが。だから、この、ね、こういうね、男性が例えば歌っているっていう部分も、とてもね、大事にして、全部をね鳴らすっていう風にちょっとじゃあやってみるね。なんかこう厳かな感じがしませんかね。自然とねやっぱり楽器だから上の音
上の音ってやっぱりね、自然とね、耳にね、入ると思うんですね、人間の耳に。だから、わざと、で、わざわざこの4と5を使って強調させなくても、もう、十分、同じように弾いて十分じゃないかなっていうふうに思いますので、私はそっちを取ります。じゃあ、今、ここ、ホジオンのタイが出てくるんだけれども、一つねちょっと前に戻って説明すると、このねタイのホジオンっていうのがねすごくね大事になってきます。この例えばニャーで、ここにこう滑り込むように、入り込むようにっていう風に前回の動画でも言いましたけれども、それをかね、このねフジオンがあることによってとてもね芸術的に入ることができます。これはねすごい技です。なのでこれはねこれをね残して指替えできるように、これはね練習してくださいね。そうでこうもうこれを弾いた後にこれがこう来るんだけれども、これを弾いてこれがね4の指になって、これがね1から5に置き換えるっていうことをやります。ペダルは踏んだままやって、次滑り込む音ね、その他の音、これをこう鍵盤を下ろすだけの時にペダルを踏み替えます。もう一回やるね。次が始まっていくっていう感じですね。これやってみてくださいね。じゃあ次いきます。でこれでこれがね全部同じ目方で下ろしていくわけですよね。そうなるとすごいね鍵盤の近くでのねコントロールが必要になってきます。なのでこう弾いたらちょっとね支えをちょっとね後ろ重心後ろにちょっと持ってって、ここをねこのね指先の感覚をね明確にするっていう感じかな。で同じ音量が出るようにちょっとこう自分の指とかね体とかと対話しながらちょっとやってみてください。そこはね調整してみてくださいね。でここねここもショパンの譜点が出てきましたので、あんまり甘くならないってことね。チャチャンチャチャンっていうことですね。これは音が小さくても一緒です。なきゃいけないからと思って飛び出ないようにねしないといけないね。これもね難しいのでね練習してください。これの移動ね。でこうね綺麗なところね、この波長調のこの響き、これはねこの和音この和音この和音一個ずつをね同じ音量で重ねて、ここはねペダル踏みっぱなしなんです、今のところまで。だから踏みっぱなしで和音をもうそのまま重ねていくことによって、もう響きって自分で分厚くなってくるわけですね。それはねそこまでねショパンがね計算して書いてます。これはだから何もこれをやらなくてもいいわけです、ね、それはねしかもその重ねてった方がそのこの教会の厳かさって
ていうのがね、こう教会、ヨーロッパの教会って皆さんご想像つくと思うんですけれども、あのウィーンにもね、あのシュテファンスドームっていうものすっごいカトリック の、 あのもうウィーン市のど真ん中にねありまして、行ったら絶対私もあのお祈り行くんですけれども、あのそのね、そこにね、こうオルガンとかその合唱のね声とかがわーってこうね響き渡る、あの凄さというかね、清らかさというか、ものすごいものがありますので、あのちょっとね、あのもしよかったら画像とかね探して、もしあったらまた出しますね、画面にね、もう出るかなっていう感じなので、そこはねそれをね想像してみてくださいね。クレッシェンドがかかっているので気持ち強調してください。じゃらん、シャーバン、またこれはあのショパンのね、フテンね。イエーイ、で次の和音で収めるんだけど、収める、で次の和音は次に向かっていきます。そう、こうなって、このおしゃれなね和音が出てきました。レのシャープが入ってますね。でこう次に飲みに行くんだけれども、気持ちね、気持ちは次に行きます。だけどでもね出す必要はないので、控えめに控えめに、いやこのね、同じ音量で出さなきゃいけないところに、このね左手がね、幅がねちょっとね広くって、こうアルペジオになっちゃうんですよね。それで、すごい届かない、絶対届かないよね。だから私はここで1をくぐってね2で弾いてるので、とてもねちょっとね危険なんだけども、こう音がねボコボコになりやすいから、そこらはね、ボコボコにならないように、ここはどうこううまくね、コントロールを練習してくださいね。で、でこう、ここはね同時のアルペジオ、ここは全部ね、時間差があるけれども、こうテンポの流れだけはねとどめときたいわけですよね。だから時間差があるけれどもテンポに入れるっていう、その流れをね止めないで いきたいわけです。わかるかな？でここにちょっとね休憩、お休みが入って、でここで1個目のフレーズが終わります。ここのね16分9分っていうのがねポチッてここにねピッてここに入っているんですよね。それをね一瞬切ってください。一瞬切る、なんかこうちょっとうっっていう感じで咳しちゃったおしゃれさが必要になってくるので、そこはねセンスをね光らせて、ちょっとこうね休符を利用してみてくださいね。
じゃあ次のフレーズいきます。ここからね、ちょっとね、ソプラノがやっぱりね、高くなってきます。で、一つ思うのは、ここの部分からは、少しね、上の音をね、強調していきます。なんでかというと、さっきはね、同じ音量で、うわこのね、美しさがありましたけれども、このラーファーっていうのがね、なんでかというとね、次につながってくるわけですね。このオクターブがね、間に入っているところが、この次のページの上から2段目の後の小節ね、ここから。あるわけですね。これってここので次ね、これとね同じなんです。なのでそのね記憶っていうのを聞いてる方々にね少しね覚えておいてもらうためにも、この少しこれを上の音をね、こっから少し出し始める。そして、っていう今4小節いきました。そして。この1小節ねはピアニッシモの、指示があります。でこの部分だけねちょっとね特別にしたいんですね。なんでかというとここがね例えばねさっきのこう厳かなねあの合唱でもし例えるんだったらこの部分だけ ねハミングなんです。ハミングなのでこの小節だけ例えば、雰囲気をねちょっと変えるために弱音ペダルを使ってもいいかもしれません。ピアノにもよるし弱音ペダルってすごくねなんか使い方がねすごくね慎重にいかないとなんかこうそこだけ取ってつけたような感じになってしまうのもいけないので、しかもそのピアノにもよるし弾いてる会場にもやっぱりよりますので、そう入れるか入れないかとかっていうところまで当日のねこうリハーサルで決めるっていうぐらいのどうしようかなっていう代物なので、もし入れるんであれば、表してくれたら大丈夫です。このってこうメロディーと取れる部分がね、この右手のね和音のね真ん中のところにね入れこ入り込んでるわけですね。かすかに聞こえるハーモニーの中からっていうね、かすかに聞こえるっていうようなイメージでいてください。
れがあります。さてここから間に、オクターブが入ってきます。右手と左手のね、同じ音なんだけれども全部これがね、このね入れ方がねなかなかやっぱりね難しいね。ここのまだ最初のっていう部分はまだね、あの心の奥にまだあるんです。その葛藤みたいなのがまだね、こう厳かなね心安らぎたいっていうそのお願いの方がまだ勝ってるわけです。だからこの心の動きみたいなのはまだね奥にね秘めなきゃいけないということは、そうこれを結構弾いちゃったらもう出てきちゃうじゃん。じゃなくてまだね鍵盤の中にねうずめておいてください。でメロディーがあってこっから少しずつ出てくる。そうもうねクレッシェンドってこう書いてあるんだけれども、まだむちゃくちゃ大きくはしなくても大丈夫です。少し姿を現したぐらい。でね、このね、ここね、あのスラーの指示がね、ここからね、次の小節もね、ここまでつながってるんですね。だから厳密に言うと、いやここまで行きたいわけです。だけれども、さっきも言ったようにピアノって一回入って弾いてしまったら大きくなれ大きくなれってしてもクレッシェンドにはもうならないわけです。だからそれはもうね気持ちで持っていく。そうするとそういう風に聞こえるっていうこと。これねもうマジックです。マジック。いやだからもし大げさにそれを表したいんだったらチャーンチャーンって落ち着く前に行っちゃう。心持ちなんていうかな、フライング的にちょっと行くとわーっていうのがねちょっと出るかもしれない。これで終わってしまわないでっていうことね。じゃあまあそれはね好みかな。あのやってみてくださいね。じゃあ次に行ったとします。でここにさっきのもう一回和音を弾いてみると、っていうのがあるわけです。ラあって、それにヨドドドドドダンっていう風に入ってくるんだけれども、次のじゃあこれまで行ってっていうのがね、ちょっとねまたねあのここが難しくなってきますけれども、いやだだだだだじゃあだだだだだだだ、このね最後のオクターブの3つから次の和音に行くまで、これをね一気にやりたいんです。一気に。なのでこっからこの和音っていうのがね一息にね行きたいので、ちょっとこうなんていうかな、この移動のねこう跳躍のね練習がね特別にここは必要になります。なのでまずは、最後の和音の前の最後の3つ、いやでこう弾いたらこの和音でペダルも踏み替えなきゃいけないのね。
だからそれがね、うまーくね、あのタイミングよくね、ペダルも入らないといけない。なのでこれをね、まずね、練習し、取り出して練習してみる。で、こういう風になるんだけれども、これもね、クレッシェンド、クレッシェンドっていう風にね、全部なってます。この和音に向かっていくこのオクターブのね、連続っていうのが、いちいちね、クレッシェンド、クレッシェンドってね、全部書いてあるんですね。だからそこでだんだんと奥からね、表に現れてくるこの自分の何かに勝利したいっていうね、こう何かに勝ちたいんだっていう、その気持ちをね、こうね、どんどんね、奥からね、こう出てくるわけですね。なので、それはね、ちょっとね、技術としてね、また別に練習して、してみる。で、ここはね、もう2つになっちゃう。レっていうの、やっぱりね、この和音の最後の3つと和音っていうところの部分だけね、取り出してよく、やってみてくださいね。で、前の部分ね、つなげて やってみるね。このね、とかっていうそのね、オクターブのそのテンポなんだけれども、なんていうかな、一個一個ね、アッチレランドしていくっていうことでは多分ね、ないと思うんですね。そういうふうにも書いてないし、ただ気持ちそうなるしね、それをこう緩く弾くわけにもいかないので、それはその自分がそのどのテンポだと弾きやすいか、もしくはあらとかね、この自分の技術としてどのテンポだったらハマれるかとか、なんかこう微妙なね、そこはね、自分との調整が必要になってくるので、あの練習をしながら決めてってください。どういう風にするかっていうのはね、まあ今私がレッスンしてたらあれなんだけれども、ちょっとこう自分でやってみてくださいね。で、次ね、次長いこの今までのオクターブよると倍の長さになります。なのでそれは計算して、じゃじゃーん、このね、クレッシェンドってね、書いてある場所が 2拍目とかね、途中からになってるので、今まではね、そのね、オクターブが始まったところに書いてあったんだけれども、ここはね、ここからなんですね。だからじゃあじゃーんって弾いたここはまだクレッシェンドかかってないわけ。なので逆算して逆算して計算して、あんまりね、最初からクレッシェンドかけすぎちゃうと、これにこれがとんでもないことになってくるので、まだね、先がある、から、まあんまりね、ちょっと控えめにまだしとく。次あります。これにまた間にね、あれが来ます。オクターブまでやってきました。だいぶ表に出てきましたよね。もう
もうスレスレここまで来てるっていう感じまで持っていきます。これはいいよ。続いてくるんだけれども、そこがもう最高潮っていう一応モチベーションになってきますので、というとこね。でもね、この荒々しくなってはいけないんだけれどもね、そこもねやっぱりこうなかなかね、オクターブがねこう離れて出てくるとね、結構ね、しかも下降系になってくると、そのね技術的にちょっとね難しくなってくるので、ゆっくりからね練習して、この感覚とかね、体とかね、その感覚を体になじませてください。で、じゃーん、じゃーん、で、これはね右で1個ずつ、じゃーん、じゃーん、この勢いで、で行くんだけども、今の一列のところにはアクセントがね1個ずつついてるのね。ミドレドソラ、それをね、まあ強調してっていうわけじゃないんだけれども、それをね感じることで、ここのね一行っていうかね、一小節がねそこに弾きやすくなりますので、タラランランドラランチャララチャララチャララっていう感じかな。なのでそのまんま、
せに行ってそれをゆっくりやるっていうこと。前のね動画でも話したんだけれども、ゆっくり練習する時とテンポで弾いた時の動きが違ってたらダメなんですね。同じ方が、同じように練習しなきゃいけないので、何の目的のためにゆっくり練習をしているのかっていうことをはっきりさせとかないと、ゆっくり弾いたとでも早く弾いたら早く弾いたら同じ動きでは弾けないわけですよね。そうするとね、また練習しなきゃいけなくなっちゃうわけだから、そこはね、そのゆっくり練習のね目的をねはっきりさせておくということはね、もうとても大事です。これはね、こういうね規模の大きな曲を弾くっていうこと以外にも全部そうです。もうバイエルやっていろうが、ソナチネやろうが、ブルグミラーやろうが、メカニズムは同じなので、それはね、しっかり気をつけてみてくださいね。じゃあ次いくね。ドーラーミーソー、今2段目に到達しちゃったら、いやー、半音階でこう降りてくるんだけれども、まあこれもね弾き方もいろいろあるんだけれども、例えばいやー、少しね滑らかに入っていいかもしれないと思います。ここの部分はただね、センプリフォルテッシモっていう風にはなってるから弱まってはいけないと思います。気持ちがね、ドレレラこういう感じだと、なんかここだけね取ってつけたように変わっちゃうので、このドレこの強い気持ちだけはこの半音階になっても絶やさないということね。でなんかこう力強い、なんていうかな、このね音程ってね、なんかすごいね、こうとってもね、なんかこうね力強さを私は感じるんだけれども、でこのね最後の今のところのオクターブの連続っていうのはね、もう最初からね、リタルダンドっていう指示がここに書いてありますので、もうここはね、なんていうかな、そのね勝利を手にしたっていう一個ずつ確かにこうね弾いていって、このソルザンドに持っていくっていう形でいいんじゃないかと思います。なのでこの今の最後のところね、一番上の段のこう下降系のねオクターブ2段目今の部分と3つのねオクターブの弾き方があるわけですね。まあ最終的にはね同じように聞こえるかもしれないんだけど、やっぱりその自分の気持ちの持ちようねにやっぱりこう変化があると
おのずとやっぱり音も変わってくるっていうこともあるので、だからそこのね、あの頭にこう脳に入れるその理解の仕方っていうのを3種類あるって思っとくといいと思います。練習の仕方もね、その方がやりやすいと思います。で、じゃあミーレー、次に入っていくその後の半分ね、小節の半分、ショー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 、これもね、ドソソソドドド、左手はね単純な動きなんだけれども、アッチェレランドってここにねかかってて、だからだんだん早くしなきゃいけ、早く次のテンポまで持っていかなきゃいけないわけで、次はねあのドッピョンなので、あのちょっとねテンポアップになるなります。なのでそのテンポまでこの左手だけで持っていかなきゃいけないわけね。しかもピアニッシモに入らなきゃいけないので、アッチェレランドプラスディミニュエンドしなきゃいけないわけ。これがねすごいね難しい、あのもう一瞬なんだけれども、あのそれがねもうペダルの技とか、そのこの弾き方の技とかいろんなのが混じってきますので、あのそれをねあのやってみてください。あのすごい練習がいる、このイヤでこうね、次にこう流れ込むぐらいの、ちょうどねそれにね合わせるように練習をしてほしいんですね。こうね分けられないです、ここは流れ込まなきゃいけないので、ここもねそれを見越してここのオクターブのアチレランドディミディミネードを、ペダルを、ね、踏み替えながら音を薄くしていきます。ダダダダダダダってこうね、こう弾きながら、こう弾きながらどんどんね薄くしていくっていう技になります。なんかこう今パーッとね説明をしちゃったんだけれどもね、まあ大体そういう風に見ていただくと、まあシンプル。かなって思いますので、ちょっとね参考にしながらもう一回ね楽譜広げて見てみてくださいね。で次ね、また次の動画で、いけたら最後までね第3部としていきたいと思いますので、次ねすごくねドラマティックで綺麗なところに入っていきますので、もうなんていうか音楽祭っていうよりはね、ちょっとこう弾き方の練習っていう部分が多いかもしれないけれども、まあねそれも見ていきたいと思います。はい、ではねちょっとまだ長くなってしまいましたけれども、今日ショパンのねノクターン第2部ここまでにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。